ご視聴ありがとうございます。本面受験用の練習問題と解説を加えた101問の長時間動画です。受験準備にご活用いただければ嬉しいです。それでは始めます。問題1。高速自動車国道の本線車道では、三輪車と牽引車を除く普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車は時速 100km、貨物自動車は時速 80km である。高速自動車国道の本線車道では、三輪車と牽引車を除く普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車は時速 100km、貨物自動車は時速 80km である。答えは、×です。普通貨物自動車の法定最高速度も時速 100km です。高速自動車国道の本線車道では、標識などで速度規制が行われていない場合の普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車と貨物自動車の区別はなく、どちらも時速 100km です。ただし、普通自動車でも三輪の自動車や牽引自動車は時速 80km です。問題2。身体障害者用の車椅子で通行している人がいるときに安全な感覚があったので、徐行しないでそのままの速度で通行した。身体障害者用の車椅子で通行している人がいるときに安全な感覚があったので、徐行しないでそのままの速度で通行した。答えは、×です。歩行者のそばを通行するときは、原則として安全な間隔を空けて通行します。その場合は徐行の必要はありませんが、安全な間隔が取れないときには、徐行しなければなりません。しかし、身体障害者用の車椅子など、体の不自由な人や子供が一人で通行している場合などは特に注意して、一時停止か徐行して、これらの人が安全に通行できるようにしなければならないことが定められています。これらの人は、交通の危険に気づけなかったり安全な行動が遅れる恐れがあるので、間隔が取れるような時でも、そのままの速度で通行してはいけません。問題3。標識により追い越しが禁止されている場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越すことはできないが、軽車両であれば追い越すことができる。標識により追い越しが禁止されている場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越すことはできないが、軽車両であれば追い越すことができる。答えは、丸です。標識により追い越しが禁止されている場所や、その他の追い越しを禁止する場所では、車は自動車と原動機付き自転車を追い越してはいけないことが定められています。そのため、追い越し禁止場所であっても、自転車などの軽車両は追い越しをすることができます。問題4。3車線の車両通行帯のある交通整理の行われていない交差点を、原動機付き自転車で右折するとき、自動車と同じ方法の小回り右折をした。3車線の車両通行帯のある交通整理の行われていない交差点を、原動機付き自転車で右折するとき、自動車と同じ方法の小回り右折をした。この問題は、環状交差点を除いてお考えください。答えは、丸です。原動機付き自転車の右折方法は、交通整理が行われていない交差点では、自動車と同じ小回り右折をします。そして、原動機付き自転車でに段階右折をしなければならない交差点は、信号機などで交通整理が行われている交差点で、2段階右折をしなければならない標識があるか、信号機などで交通整理が行われている交差点で、車両通行帯が3車線以上ある交差点です。このように、原動機付き自転車の2段階右折は信号に従って進みますので、信号機などで交通整理が行われていない交差点では、たとえ車両通行帯が3車線以上あっても、自動車と同じ小回り右折をします。問題5。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたので、一時停止しないで道路の左側に寄って進路を譲った。近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたので、一時停止しないで道路の左側に寄って進路を譲った。答えは、丸です。近くに交差点のない道路で緊急自動車に道を譲るときは、道路の左側に寄って道を譲ります。この場合、一時停止しないで譲ることができます。つまり、一時停止の義務はなく、左に寄って譲れば良いことになります。また、交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて、道路の左側によって一時停止します。なお、一方通行の道路で道を譲るときは、左に寄るとかえって妨げになるときは右に寄って道を譲ります。
問題6、駐車が禁止されていない場所で通行車両が少なく、車の右側に 2.5 メートルの余地があったので、その場所に駐車した。駐車が禁止されていない場所で通行車両が少なく、車の右側に 2.5 メートルの余地があったので、その場所に駐車した。答えは×です。たとえ駐車が禁止されていない場所でも、駐車した場合に車の右側の道路上に 3.5 メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。また標識により駐車余地が指定されている道路では、その余地が取れないときは駐車することはできません。ちなみに 3.5 メートル以上の幅を空ける意味は、車の最大幅が 2.5 メートルなので、最大幅の車でも余裕を持って安全に側方を通行できるようにこの数値が定められています。そのため道路幅は 3.5 メートル以上あっても、電柱などで実質的に 3.5 メートルが取れない場所では駐車してはいけません。ただし所定の幅が取れない場合でも例外として、荷物の積み下ろしを行う場合で、運転者がすぐに運転できるときや傷病者の救護のためやむを得ないときは、たとえ 3.5 メートルの余地が取れない場所であっても駐車をすることができます。問題7、高速道路は駐停車が禁止されているが、故障のためやむを得ず十分な幅のある路側帯に駐車した。高速道路は駐停車が禁止されているが、故障のためやむを得ず十分な幅のある路側帯に駐車した。答えは丸です。高速道路では駐停車をすることはできませんが、故障などの時に十分な幅のある路側帯や路肩に駐停車することができます。その他、高速道路で駐停車できる場合は、危険防止のため一時停止するとき、パーキングエリアで駐停車するとき、料金の支払いなどのため停車するときがあります。問題8、対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して徐行して通行しなければならない。対面する信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して徐行して通行しなければならない。答えは×です。黄色の灯火の点滅信号の意味は、車や歩行者や路面電車は他の交通に注意して進むことができることなので、徐行の必要はありません。ただし黄色の点滅信号や赤色の点滅信号のある交差点は交通整理が行われていない交差点なので、車や歩行者や路面電車は他の交通に注意してできるだけ安全な速度と方法で通行しなければなりません。問題9、乗車定員5人の自動車は運転者も含めて大人2人と12歳未満の子供4人が乗車することができる。乗車定員5人の自動車は運転者も含めて大人2人と12歳未満の子供4人が乗車することができる。答えは丸です。乗車定員5人の自動車は大人2人と12歳未満の子供4人が乗車することができます。乗車定員とは、その自動車に乗車できる人の総数で、12歳以上の人を大人としてその人数で表され、運転者も含まれます。子供が乗車する場合は、12歳未満の子供3人を大人2人として計算します。計算の仕方は次の通りです。乗車定員5人の自動車に大人2人が乗車した場合、子供は何人乗れるか計算してみます。乗車定員5人から、乗車した大人の数2人を引いて 1.5 をかけると、乗車できる子供の数は 4.5 人になります。そして小数点以下は切り捨てますので、乗車できる子供の数は4人になります。ちなみに12歳未満の未満はその数字を含みませんので、12歳は大人として計算することにご注意ください。問題10、二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキを補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強く踏むと良い。二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキを補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強く踏むと良い。答えは×です。二輪車のブレーキは一般に前輪ブレーキはブレーキレバーで、後輪ブレーキはブレーキペダルなどでかけます。四輪車のようにブレーキペダルの操作で全ての車輪にブレーキが効く構造ではなく、前後輪ブレーキをそれぞれの特性に合わせてかける構造です。そして二輪車は四輪車と比べて重心が高く、前後の長さが短いことから、強いブレーキをかけると車体の重心が前方に移動するため、前輪タイヤの接地力が大きくなり、スリップを起こしにくくなるので、前輪ブレーキは強めにかけることができます。
しかし後輪の接地力は小さくなるので、スリップを起こさないように後輪ブレーキは弱めにかけます。これが二輪車を急停止させるための効果的なブレーキのかけ方です。そのようなことから、前輪ブレーキを補助的に使ったり、後輪ブレーキを強くかけるだけでは後輪タイヤがスリップを起こし制動距離は伸びてしまいますので、前輪ブレーキの強い操作が重要です。とはいうものの、二輪車の種類や構造によって違いがありますが、一般的に二輪車を安全に急停止させるための基本操作として、乾燥したアスファルト路面では前輪ブレーキを徐々に強めにかけ、後輪ブレーキは弱めにかけます。なお、雨天時など路面が滑りやすい時は後輪ブレーキをやや強めにかけるようにしますが、強いブレーキをかける必要がないように速度を控えることが大切です。問題11。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路で駐停車するときは、路側帯に入らず車道の左端に沿わなければならない。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の道路で駐停車するときは、路側帯に入らず車道の左端に沿わなければならない。答えは丸です。車は路側帯のある道路で駐停車する場合は次のようにします。路側帯の幅が 0.75 メートル以下の場合は、路側帯に入らず車道の左端に沿います。そして路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、路側帯に入り車の左側に歩行者が安全に通行できるように 0.75 メートル以上の余地を空けて駐停車します。この場合、路側帯の中に車の全部が入ってもまだその左側に 0.75 メートルを超える余地がある場合は、路側帯の表示に沿って駐停車します。ただし、路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合でも、実線と破線の路側帯や2本の実線の路側帯のある道路では、路側帯の中に入ってはいけません。車道の左端に沿います。また、高速道路に設けられた路側帯に故障などのためやむを得ず駐停車する場合は、歩行者などの通行がないので、十分な幅のある路側帯の左端に沿います。問題12。児童の乗り降りのために停止している通学バスのそばを通行するとき、安全な感覚があったので徐行しないでそのままの速度で通行した。児童の乗り降りのために停止している通学バスのそばを通行するとき、安全な感覚があったので徐行しないでそのままの速度で通行した。答えは×です。児童や園児が乗り降りするために止まっている通学通園バスのそばを通るときは、たとえ十分な速報感覚があっても徐行して通行しなければならないので、この問題の回答は間違いです。児童や園児が車などの陰や道路の反対側からバスの方に飛び出してくるかもしれないので、その速報感覚に関係なく徐行して安全を確かめて通行することが定められています。またこの場合、その通学通園バスの後方から追いついた車だけでなく、反対方向から進んできてその速報を通過する場合も徐行しなければなりません。問題13。同一方向に2つの車両通行帯があるときは、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の通行帯を通行する。同一方向に2つの車両通行帯があるときは、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が右側の通行帯を通行する。答えは×です。車は同一方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。また3つ以上の車両通行帯のある場合と間違わないようにしましょう。同一方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておき、その他の通行帯を通行します。この場合、速度の遅い車が一番左側の車両通行帯を通行します。そして速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行します。問題14。左端の通行帯がバス専用通行帯に指定されている道路では、普通自動車は交差点を左折する場合や緊急自動車に進路を譲る場合でも、その左端の通行帯を通行することはできない。左端の通行帯がバス専用通行帯に指定されている道路では、普通自動車は交差点を左折する場合や緊急自動車に進路を譲る場合でも、その左端の通行帯を通行することはできない。答えは×です。普通自動車やバス以外の自動車は原則として、
バス専用通行帯を通行してはいけませんが、次のような場合は通行することができます。右左折するため、道路の右端や中央、左端による場合や、工事でやむを得ないとき、緊急自動車に進路を譲るときは、バス専用通行帯に指定された通行帯を通行することができます。また、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は、左端の通行帯がバス専用通行帯に指定されていても、通行することができます。問題15。交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点に入るとき、右方から路面電車が接近してきたが、左方車が優先なのでそのまま進行した。交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点に入るとき、右方から路面電車が接近してきたが、左方車が優先なのでそのまま進行した。答えは、×です。車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点で、交差道路から路面電車が近づいてきたときは、右側左側に関係なく、その通行を妨げてはいけません。車を運転している場合、交差道路を通行する路面電車に対しては、右側左側に関係なく妨げてはいけないことにご注意ください。なお、道幅が同じような道路の交差点で、交差道路から車が近づいてきたときは、左側から近づいてくる車の通行を妨げてはいけません。左方車が優先です。問題16。警察官が手信号で、腕を横に水平に上げているときは、警察官の身体の正面に対面する交通は、信号機の黄色の灯火と同じ意味を表している。警察官が手信号で腕を横に水平に上げているときは警察官の身体の正面に対面する交通は信号機の黄色の灯火と同じ意味を表している。答えは×です。警察官が手信号で腕を横に水平に上げているときにその警察官の身体の正面に対面する交通は赤色の信号と同じ意味を表しています。黄色の意味を表す手信号は警察官が腕を垂直に上げているときで、その警察官の身体の正面に並行する交通に、黄色の信号と同じ意味を表しています。なお、警察官の身体の正面に対面する交通は、警察官が手信号で腕を横に水平に上げていても、腕を垂直に上げていても、どちらも赤色の信号と同じ意味を表しています。問題17。車の停止距離は、路面やタイヤの状態に関係なく、ブレーキを踏む速さと強さで決まる。車の停止距離は、路面やタイヤの状態に関係なく、ブレーキを踏む速さと強さで決まる。答えは、×です。停止距離はブレーキを踏む速さや強さだけではなく、路面の状態やタイヤの状態、積載の状態によっても影響を受けます。路面が雨に濡れていたり、タイヤがすり減っている場合や、重い荷物を積んでいる場合は制動距離が長くなり、運転者が疲れているときは、危険を感じて判断するまでの時間がかかるので、空走距離が長くなります。停止距離は空走距離と制動距離を合わせた距離なので、路面の状態やタイヤの状態が悪いと、停止距離も長くなります。問題18。他の車に追い越されるとき、追い越しをするための十分な余地がない場合は、進路を譲る必要はない。他の車に追い越されるとき、追い越しをするための十分な余地がない場合は、進路を譲る必要はない。答えは、×です。車は、他の車に追い越されるとき、その追い越そうとする車に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左により進路を譲らなければなりません。また、追い越されるときは、危険を防止するため追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。これは、車が追い越されるときの危険防止と、交通の安全と円滑を図るためのものです。問題19。自動車の速度と燃料消費量には密接な関係があり、速度が速すぎても遅すぎても燃料消費量は多くなる。自動車の速度と燃料消費量には密接な関係があり、速度が速すぎても遅すぎても燃料消費量は多くなる。答えは、丸です。車が走行すると、空気抵抗や転がり抵抗などが発生して、高速走行など速度が速いほどこの抵抗は大きくなり燃料消費が多くなります。また渋滞など速度が遅いときは、低速ギアを使用したり、発進には多くの燃料を消費しますので、走行距離が少ない割には多くの燃料を消費します。このようなことから、速度が速すぎても遅すぎても燃料消費は多くなる傾向があります。
問題20、徐行とは車などがすぐに停止できるような速度で進むことであり、具体的な速度は路面状態や車の種類、積載の状態などによって同じではない。徐行とは車などがすぐに停止できるような速度で進むことであり、具体的な速度は路面状態や車の種類、積載の状態などによって同じではない。答えは丸です。徐行とは車などがすぐに停止できるような速度で進むことを言います。すぐに停止できるような速度とは、一般にブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止まれるような速度で、時速10キロ以下の速度であるとされています。しかし積雪や凍結などの道路の状態や積み荷のあるなしによって制動距離は違います。また信号のない交差点では道路の道幅や左右の見通しの関係で徐行に求められる速度が違ってきます。このようなことから、徐行場所では具体的な速度にこだわらず、路面状態や交通状況に応じて直前の危険状態に対処してすぐに止まれる速度で通行することが大切です。問題21、警笛区間の標識があったので見通しの良い道路の曲がり角で警音器を鳴らした。警笛区間の標識があったので見通しの良い道路の曲がり角で警音器を鳴らした。答えは×です。警笛区間の標識のある道路であっても見通しの良い道路の曲がり角では鳴らしてはいけません。この標識のある区間内で警音器を鳴らさなければならない場所は、見通しの効かない道路の曲がり角、左右の見通しの効かない交差点、見通しの効かない上り坂の頂上を通るときです。見通しの効かないこれらの場所を通行するときは、他の交通が近づいていることが分かりづらく、衝突の恐れがあるので、警音器を使用して事故を防止するためのものです。そのため見通しの良い場所では鳴らしてはいけません。問題22、安全地帯のない停留所に路面電車が止まっているときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで停止して待たなければならない。安全地帯のない停留所に路面電車が止まっているときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで停止して待たなければならない。答えは丸です。車は安全地帯のない停留所に乗客の乗り降りのため路面電車が止まっているときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止して待たなければなりません。ただし安全地帯があるときは、乗り降りする人がいてもいなくても徐行して進むことができます。また安全地帯がないときでも、乗り降りする人や道路を横断する人がいないときで、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔を空けることができるときも徐行して進むことができます。問題23、大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路で、車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車を運転した。大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路で、車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車を運転した。答えは、丸です。大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路を通行してはいけない自動車は、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車です。問題文の車両総重量7トン、最大積載量4トン、乗車定員2人の貨物自動車は準中型自動車ですので、大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路でも通行することができます。問題24、オートマチック車を運転しているときに強力なエンジンブレーキが必要なときは、チェンジレバーをセカンドかローに入れると良い。オートマチック車を運転しているときに強力なエンジンブレーキが必要なときは、チェンジレバーをセカンドかローに入れると良い。答えは丸です。オートマチック車で長い下り坂や急な下り坂を通行するときなど、強力なエンジンブレーキを必要とするときは、チェンジレバーをセカンドかローに入れます。長い坂などを走行するときに、チェンジレバーをドライブの位置のままでフットブレーキを頻繁に使いすぎると、フェード現象などにより急にブレーキが効かなくなることがありますので、エンジンブレーキを活用します。問題26、標識や表示により最高速度が時速 50km の一般道路では、全ての自動車や原動機付き自転車は時速 50km を超えない速度で運転することができる。
標識や表示により最高速度が時速 50km の一般道路では、すべての自動車や原動機付き自転車は時速 50km を超えない速度で運転することができる。答えは×です。標識や表示で最高速度が時速 30km を超える速度に指定されている道路でも、原動機付き自転車の法定最高速度は時速 30km に定められているので、その法定速度を超えて運転することはできません。また故障車などをロープなどで牽引して運転する場合は、その牽引の方法に応じた法定速度が定められているので、その速度を超えて運転することはできません。なお、小型特殊自動車は時速 15km を超える速度を出すことができない構造になっています。問題27。交差点とその手前から30メートル以内の場所では優先道路を通行している場合を除き、他の自動車や原動機付き自転車を追い越してはならない。交差点とその手前から30メートル以内の場所では優先道路を通行している場合を除き、他の自動車や原動機付き自転車を追い越してはならない。答えは丸です。交差点とその手前から30メートル以内の場所は追い越しを禁止する場所です。この場所では自動車や原動機付き自転車を追い越すため、進路を変えたりその横を通り過ぎたりしてはいけません。交差点で追い越しをしようとすると、交差道路を通行する他の車や歩行者を前車の死角で見落とす恐れがあったり、右折しようとする前の車と衝突する恐れがあるなど、他の交通と衝突が起きやすい大変危険な場所なので追い越しをしてはいけません。ただし、中央線が交差点の中まで引いてある場合など、優先道路を通行しているときは追い越しをすることができます。なお、たとえ追い越しを禁止する場所であっても、自転車などの軽車両を追い越すことは禁止されていません。問題28。運転者が運転席に乗車している場合の停止は、すぐに運転できる状態なので、継続的に停止していても駐車にはならない。運転者が運転席に乗車している場合の停止は、すぐに運転できる状態なので、継続的に停止していても駐車にはならない。答えは、×です。運転者が運転席に乗車して、すぐに運転できる状態であっても、客待ち荷待ちのように、車が継続的に停止するときは駐車になります。ただし、運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止は、停車になります。その他、覚えておきたい駐車と停車の違いは、駐車とは、5分を超える荷物の積み下ろしのための停止や、故障などによる停止で、停車とは、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止を言います。問題29。歩行者用道路は歩行者だけが通行できる道路なので、緊急自動車や郵便車以外の車は、どのような場合でも通行することができない。歩行者用道路は歩行者だけが通行できる道路なので、緊急自動車や郵便車以外の車は、どのような場合でも通行することができない。答えは、×です。車は歩行者用道路を通行することはできませんが、特に通行を認められた車は通行することができます。特に通行を認められた車とは、歩行者用道路の沿道に車庫がある場合や身体障害者を輸送する場合、貨物の集配のために必要な場合などで、やむを得ない事情として警察署長の許可を受けた車です。また、緊急自動車、郵便車、清掃用の車などは通行禁止の対象から除かれています。これらの許可を受けて通行できる車や禁止の対象から除かれている車は通行することができますが、通行するときは特に歩行者に注意して徐行して通行しなければなりません。問題30。同一方向に進行しながら右方に進路を変えるときの合図は、進路を変えようとするときの約30メートル手前である。同一方向に進行しながら右方に進路を変えるときの合図は、進路を変えようとするときの約30メートル手前である。答えは×です。進路を変えるときの合図は30メートル手前ではありません。進路を変えようとするときの約3秒前に合図をします。右左折などをしようとするときは、その交差点などの場所が決まっているので、その場所から30メートル手前という距離を基準に合図をしますが、進路の変更は、後続車などと意思疎通の上で行うことが望ましく、その判断のための時間として、約3秒前という時間を基準に合図をします。問題31。
運転する速度が速くなればなるほど視野が広くなり、遠くのものや近くのものがよく見えるようになる。運転する速度が速くなればなるほど視野が広くなり、遠くのものや近くのものがよく見えるようになる。答えは×です。運転する速度が速くなればなるほど、止まったままものを見るときに比べて視力が低下します。また、速度が速いほど遠くを見ようとするため視野が狭くなり、近くは見えにくくなります。そのため、危険な状況の発見が遅れたり、近くから飛び出してくる歩行者や自転車などを見落としやすくなりますので、注意が必要です。問題32。タイヤチェーンを装着したときは、装着後少し走行してからもう一度装着具合を確認すると良い。タイヤチェーンを装着したときは、装着後少し走行してからもう一度装着具合を確認すると良い。答えは、丸です。雪道や凍結した道路では、スリップ防止のためタイヤチェーンやスタッドレスタイヤなどを使用します。スタッドレスタイヤはすべてのタイヤに、タイヤチェーンはエンジンの力が伝わる車輪につけます。そしてタイヤチェーンをつけたときは、少し走行するとチェーン全体に緩みが起きることがあるので、外れないようにもう一度チェーンの取り付け具合を確認します。また、タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止めの標識が表示されている道路では、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような降雪があるときに、チェーン規制が行われます。この場合、スタッドレスタイヤをつけていても、四輪駆動車であっても、タイヤチェーンをつけていないと通行することができなくなります。問題33。道路工事中の標識は、この先の道路が工事中のため、車の通行ができないことを示している。道路工事中の標識は、この先の道路が工事中のため、車の通行ができないことを示している。答えは、×です。道路工事中の標識は警戒標識です。警戒標識は道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すもので、特定の交通方法を禁止するものではありません。そのため、この標識は前方の道路が工事中であるため、通行するときに注意が必要であることを促しているもので、通行の禁止ではありません。通行の禁止を示す標識は、通行止めや車両通行止め、車両進入禁止などがあります。問題34。同一方向に3つの車両通行帯のある道路で、他に通行している車両がなかったので、一番右側の車両通行帯を走り続けた。同一方向に3つの車両通行帯のある道路で、他に通行している車両がなかったので、一番右側の車両通行帯を走り続けた。答えは、×です。同一の方向に3つ以上の車両通行帯がある道路では、最も右側の車両通行帯は、追い越しなどのために開けておき、それ以外の車両通行帯を通行します。そしてこの場合、速度の遅い車が一番左側の車両通行帯を、速度が速くなるにつれて順次右側の車両通行帯を通行します。なお、2つの車両通行帯のある道路では、右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておき、左側の車両通行帯を通行します。問題35。バスや路面電車の運行時間中の停留所の表示板から10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。バスや路面電車の運行時間中の停留所の表示板から10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。答えは、丸です。バスや路面電車の停留所の表示板から10メートル以内の場所は、駐車も停車もしてはいけない場所です。対向車線にその範囲が及ぶ場合もありますので、駐停車の際は対向車線のバス停にも注意が必要です。ただし、駐停車が禁止されるのは、バスや路面電車の運行時間中に限られます。問題36。下り坂を走行中、ブレーキが効かなくなったときは、素早くギアチェンジでエンジンブレーキを効かせ、さらにハンドブレーキを引くと良い。下り坂を走行中、ブレーキが効かなくなったときは、素早くギアチェンジでエンジンブレーキを効かせ、さらにハンドブレーキを引くと良い。答えは、丸です。下り坂などでブレーキが効かなくなったときは、素早く減速チェンジを行い、エンジンブレーキを効かせ、さらにハンドブレーキを引きます。それでも停止しないようなときは、山側の溝に車輪を落としたり、山側に車体の側面を接触させて止めるようにします。
長い下り坂でフットブレーキを使いすぎると、ブレーキの加熱などによりフェード現象や、ベーパーロック現象が起きてブレーキが効かなくなることがあります。問題37。総排気量 660cc 以下の普通自動車は、大型特殊免許を受けていれば運転することができる。総排気量 660cc 以下の普通自動車は、大型特殊免許を受けていれば運転することができる。答えは、×です。大型特殊免許を受けていても、総排気量 660cc 以下の普通自動車を運転することはできません。大型特殊免許で運転できる車は、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車です。総排気量 660cc 以下の普通自動車を運転するためには、普通免許を受けなければなりません。問題38。原動機付き自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキは使わず、後輪ブレーキだけを使うのが良い。原動機付き自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキは使わず、後輪ブレーキだけを使うのが良い。答えは、×です。原動機付き自転車や自動二輪車でブレーキをかけるときは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で前後輪のブレーキを同時にかけましょう。どちらか一方のブレーキだけで停止しようとすると、制動力が不足して停止距離が長くなったり、タイヤがスリップを起こして転倒してしまうことがありますが、前後輪ブレーキを同時に使うと、短い距離で安定した停止をすることができます。ちなみに、四輪車のブレーキ操作は、フットブレーキの操作で全ての車輪のブレーキが効きますが、二輪車のブレーキは、前後輪ブレーキをそれぞれ手と足などで操作をする仕組みになっています。問題39。自動車を運転するときは、自動車損害賠償責任保険か責任共済に加入しなければならないが、原動機付き自転車を運転するときは、それらに加入する必要はない。自動車を運転するときは、自動車損害賠償責任保険か責任共済に加入しなければならないが、原動機付き自転車を運転するときは、それらに加入する必要はない。答えは、×です。原動機付き自転車を運転する場合も、自動車損害賠償責任保険か責任共済に加入しなければなりません。この保険は、自動車や原動機付き自転車を運転する場合に、法律によって必ず加入しなければならないことが定められています。ただし、農耕作業用小型特殊自動車はこの保険加入の義務から除かれています。ちなみに、自動車損害賠償責任保険を自賠責保険といい、この保険と同じ目的で農協や生協が行っている保険が自動車損害賠償責任共済で、一般に責任共済といいます。またこれらの証明書は車に備え付けて運転しなければなりません。問題40。オートマチック車のチェンジレバーのドライブの位置は、エンジンブレーキの効果が小さく、長い下り坂でドライブの位置のままフットブレーキを連続して使うと、ベーパーロック現象などによりブレーキが効かなくなることがある。オートマチック車のチェンジレバーのドライブの位置は、エンジンブレーキの効果が小さく、長い下り坂でドライブの位置のままフットブレーキを連続して使うと、ベーパーロック現象などによりブレーキが効かなくなることがある。答えは、丸です。オートマチック車のチェンジレバーのドライブの位置は、エンジンブレーキの効果が小さいので、長い下り坂ではフットブレーキを使いすぎることがあります。そしてフットブレーキを使いすぎると、ブレーキの加熱によりブレーキ液内に気泡が発生するベーパーロック現象が起きたり、ブレーキパッドやディスクが加熱して摩擦力が急激に減少するフェード現象により、ブレーキが効かなくなる恐れがあります。そのため、長い下り坂などはチェンジレバーをセカンドまたはローに入れてエンジンブレーキを活用するようにしましょう。問題41。車を追い越すときは、その右側を通行しなければならないが、路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければならない。車を追い越すときは、その右側を通行しなければならないが、路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければならない。答えは、丸です。車は他の車を追い越すときは、その前の車の右側を通行しなければなりません。また、道路の中央寄りにレールが設けられている路面電車を追い越すときは、その路面電車の左側を通行しなければなりません。前の車や路面電車を追い越すときの原則として覚えておきましょう。
ただし追い越されようとする前の車が右折するため道路の中央などによって通行しているときはその左側を通行しなければなりません。また路面電車のレールが道路の左端によって設けられているときはその右側を通行することができます。問題42。大型自動二輪車や普通自動二輪車に荷物を積むときは荷台から左右に15センチメートルまではみ出して積むことができる。大型自動二輪車や普通自動二輪車に荷物を積むときは荷台から左右に15センチメートルまではみ出して積むことができる。答えは丸です。大型自動二輪車や普通自動二輪車と原動機付き自転車に荷物を積むときは荷台の幅から左右に15センチメートルまではみ出して積むことができます。また荷物の長さは荷台から後方に30センチメートルまで、荷物の高さは地上から2メートルを超えない高さまで積むことができます。そして積むことができる荷物の大きさはこれらの積むことができる範囲内の大きさのものまで積むことができます。なお荷物は荷台かシートに積むことができるので、自動二輪車の場合2人用のシートであればその上に積むこともできます。問題43。標識などによって路線バス等優先通行帯に指定されている道路は路線バスと通学通園バス以外の自動車は通行してはいけない。標識などによって路線バス等優先通行帯に指定されている道路は路線バスと通学通園バス以外の自動車は通行してはいけない。答えは×です。標識などによって路線バス等優先通行帯に指定されている道路でも路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行できます。しかし右左折をするときや工事などでやむを得ないとき以外は路線バスなどが正常に通行できるように路線バスなどが近づいてきたときはその通行帯から出なければなりません。また交通が混雑していて路線バスなどが近づいてきても路線バス等優先通行帯から出られなくなる恐れがあるときは初めからその通行帯を通行してはいけません。ただし小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は路線バスなどが近づいてきたり交通が混雑しているときでもそのまま通行できます。これらの車は車両通行帯のある道路では最も左側の通行帯を通行しなければならないことが定められているからです。なお路線バスなどとは路線バスと通学通園バスなどを言います。問題44。普通免許を受けて1年を経過していない人でも普通貨物自動車を運転するときであれば初心者マークをつけなくてもよい。普通免許を受けて1年を経過していない人でも普通貨物自動車を運転するときであれば初心者マークをつけなくてもよい。答えは×です。普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は乗用車、貨物車に関係なく普通自動車を運転するときは初心者マークをつけなければなりません。また準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者も準中型自動車または普通自動車を運転するときもつけなければなりません。ただし事故や違反を起こして免許の停止となった期間はこの1年に含まれませんのでご注意ください。なお初心者マークは自分の車はもちろん友人の車や会社の車、レンタカーを運転する場合もつけなければなりません。そしてこのマークはその車の前と後ろの定められた位置につけます。問題45。横断歩道や自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では駐車も停車もしてはいけない。横断歩道や自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では駐車も停車もしてはいけない。答えは丸です。横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は駐車も停車もしてはいけない場所です。この場所で駐停車すると交通の混乱を引き起こしたり駐停車車両の死角が横断歩行者などとの事故の原因にもなります。禁止場所の範囲は前後5メートルであることを間違えないようにしましょう。なお交通整理の行われていない横断歩道などの手前に止まっている車があるときは歩行者などを横断させようとして止まっていることが考えられるので、そのそばを通って前方に出る前に一時停止しなければならないことも併せて覚えておきましょう。問題46。酒を飲んで運転してはいけないが、これから車を運転しようとする人に少しであれば酒を勧めても構わない。酒を飲んで運転してはいけないが、これから車を運転しようとする人に少しであれば酒を勧めても構わない。答えは
×です。これから車を運転しようとする人には、少しであっても酒を勧めたりしてはいけません。この法令は、酒を飲んで運転してはいけないことはもちろん、酒を飲んで運転しようとする人を見て見ぬふりをしたり、手助けすることも禁止されています。また、運転免許を受けている人に限らず、すべての人が対象となり、運転禁止の対象は自動車はもちろん、軽車両も含んでいます。具体的には、たとえ少しでも酒を飲んで車を運転すること。これから車を運転しようとする人に酒を出したり、勧めたりすること。少しでも酒を飲み、これから運転しようとする人に車を貸すこと。運転者が酒を飲んでいることを知りながら、その車に乗せてもらうことを頼んで同乗することが禁止されています。問題47。高速道路のトンネルや切り通しの出口は、強い横風のためにハンドルを取られることがあるので、注意して通行しなければならない。高速道路のトンネルや切り通しの出口は、強い横風のためにハンドルを取られることがあるので、注意して通行しなければならない。答えは、丸です。トンネルや切り通しの出口付近は、横風を受けてハンドルを取られることがあります。そのような場所では車が流されないようにハンドルをしっかり握り、速度を控えて運転しましょう。切り通しとは、山などを切り開いて通した道路を言います。問題48。停止線のない交差点で、交通整理中の警察官が赤色を示す手信号をしていたので、その交差点の直前で停止した。停止線のない交差点で、交通整理中の警察官が赤色を示す手信号をしていたので、その交差点の直前で停止した。答えは、丸です。警察官などが交差点で交通整理をしている時の停止位置は、交差点に停止線がない時は、その交差点の直前に止まります。信号機により、交通整理の行われている交差点の場合も同じです。この場合、停止線がある時は、停止線の直前に、停止線がなく、交差点のすぐ近くに横断歩道などがある時は、その直前に止まります。また、交差点以外で横断歩道などや踏切があるところでは、その直前に止まります。交差点以外で横断歩道なども踏切もないところでは、信号機があるときは信号機の直前に止まり、警察官などが手信号などをしているときは、その警察官などの1メートル手前に止まります。問題49。駐車が禁止されていない道路であったので、同じ場所に引き続き12時間以上駐車した。駐車が禁止されていない道路であったので、同じ場所に引き続き12時間以上駐車した。答えは、×です。駐車が禁止されていない道路であっても、同じ場所に引き続き12時間以上、夜間は8時間以上駐車することは禁止されています。また、駐車時間にかかわらず、道路を車庫代わりに使用することも禁止されています。なお、夜間とは日没から日の出までの時間を言います。問題50。二輪車でカーブを走行するときは、カーブに入ってからブレーキをかけて速度を調整するのが良い。二輪車でカーブを走行するときは、カーブに入ってからブレーキをかけて速度を調整するのが良い。答えは、×です。カーブに入ってからブレーキをかけようとしても減速が間に合わず、カーブを曲がりきれないで道路から飛び出してしまったり、カーブ走行中の強いブレーキはタイヤのスリップを起こしやすく、転倒してしまうことがあります。二輪車でブレーキをかけるときは、安定した制動のために車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態でかけます。そのため、カーブの手前の直線部分でブレーキをかけ、十分速度を落としてからカーブに入るようにします。問題51。貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することはできないが、荷物の積み下ろしのために必要な最小限度の人を荷台に乗せることはできる。貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することはできないが、荷物の積み下ろしのために必要な最小限度の人を荷台に乗せることはできる。答えは、×です。人は座席に乗せなければならないので、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することはできませんが、荷台に荷物を積んだとき、その荷物が転落したり荷崩れを起こさないように、その荷物を見張るために必要最小限度の人を荷台に乗せて運転することができます。荷台に人を乗せる目的は見張りのためであって、荷物の積み下ろしなどではありませんのでご注意ください。そして、見張りのために人を荷台に乗せて運転するときは、警察署長の許可はいりません。貨物自動車の乗車場所の例外として認められています。
また、出発地の警察署長の許可を受けたときは、見張り以外の目的でも貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することができます。問題52。前の車を追い抜こうとしたところ、前の車がそれに気づかず急に進路を変え始めたので、衝突を避けるためやむを得ず警音器を鳴らした。前の車を追い抜こうとしたところ、前の車がそれに気づかず急に進路を変え始めたので、衝突を避けるためやむを得ず警音器を鳴らした。答えは、丸です。警音器は、警笛鳴らせの標識がある場所や警笛区間以外では鳴らしてはいけませんが、危険を避けるためやむを得ない場合は鳴らすことができます。危険を避けるためやむを得ない場合とは、相手がその危険に気づいていない場合などで、制動操作だけでは間に合わず、警音器を鳴らす以外に事故を避けられない場合などです。例えば、路地などから急に自動車がバックで出てきた場合や、濃霧などのため前方の視界が悪く危険であると判断した場合などです。そのため、前車の発進を促すためや、無理な追い越しや、挨拶のための使用は警音器の乱用にあたります。問題文の場合、前車が追い抜こうとしている自動車の接近に気づかず、急に進路の変更を始めたので、衝突を避けるためのやむを得ない場合と言えます。問題54。免許を受けていても、免許証を携帯しないで自動車や原動機付き自転車を運転すると、無免許運転になる。免許を受けていても、免許証を携帯しないで自動車や原動機付き自転車を運転すると、無免許運転になる。答えは、×です。自動車や原動機付き自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯しなければなりません。免許を受けていても免許証を携帯せずに運転したときは無免許運転ではなく免許証不携帯という交通違反になります。無免許運転になる場合は有効期間の過ぎた免許で運転したとき、免許の取り消しを受けた後で運転したとき、免許の停止仮停止期間中に運転したとき、その免許で運転できない車を運転したときなど、免許の効力を失ったときや停止されているとき、またはその免許の効力のない車を運転した場合です。問題55。内輪差とは、車が曲がるとき、後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差を言う。内輪差とは、車が曲がるとき、後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差を言う。答えは、丸です。内輪差とは、右左折をするときなど車が右や左に曲がるとき、後輪が前輪より内側を通る通行位置の差を言います。この内輪差は、一般に大型車のように車の長さが長くなるほど大きくなり、ハンドルを多く切るような時も大きくなります。特に左折するときは、この内輪差で歩行者や自転車などを巻き込まないように注意が必要です。なお、出題される問題には、前輪が後輪より内側を通ることを内輪差という、などのような前輪と後輪の言葉だけが入れ替わった問題もよく見かけますのでご注意ください。問題56。二輪車でカーブを走行するときは、クラッチを切って打力で一定の速度を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速すると良い。二輪車でカーブを走行するときは、クラッチを切って打力で一定の速度を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速すると良い。答えは、×です。二輪車でカーブを走行しようとするときは、カーブの手前の直線部分であらかじめ十分速度を落とし、カーブの途中ではクラッチを切らないで、常に車輪にエンジンの力をかけながら、一定の速度と車体の傾きを保ちながら走行します。クラッチを切るとエンジンの力が車輪に伝わらない構造のため、クラッチを切って打力で曲がろうとすると、車体の傾きと速度のバランスを失いやすく危険です。問題57。故障車をロープなどで牽引しているときや小型特殊自動車は高速自動車国道を通行することができない。故障車をロープなどで牽引しているときや小型特殊自動車は高速自動車国道を通行することができない。答えは、丸です。高速自動車国道の本線車道は、法定速度に最低速度の制限があるので、時速 50km 以上の速度で通行することができない自動車は通行できません。そのため、ロープなどで故障車を牽引している場合や小型特殊自動車は、最低速度の制限のため通行することができません。
ただし、自動車専用道路は最低速度の制限がないので、故障車をロープなどで牽引している場合や小型特殊自動車であっても通行することができます。表でまとめると、高速自動車国道は最低速度の制限があるので小型特殊自動車と故障車を牽引している自動車は通行できませんが、自動車専用道路は最低速度の制限がないので小型特殊自動車と故障車を牽引している自動車も通行することができます。また、ミニカーと総排気量 125cc 以下の普通自動二輪車と原動機付き自転車は、高速自動車国道も自動車専用道路も通行することはできません。問題58。自動車の管理が不十分で、車のキーを勝手に持ち出されて事故が起きたときは、車の所有者もその責任を負わなければならないことがある。自動車の管理が不十分で、車のキーを勝手に持ち出されて事故が起きたときは、車の所有者もその責任を負わなければならないことがある。答えは、丸です。自分の意思で他人に車を貸した場合や、車の管理が不十分で勝手に持ち出された場合でも、その車で事故が起こされたときは、被害者救済の制度からその車の所有者も責任を負わなければならない場合があります。そのため、車から離れるときは、勝手に持ち出されて他人に運転されることがないように、鍵の管理など盗難防止の必要な措置をしなければなりません。また、不用意に他人に車を貸さないようにしましょう。特に無免許の人や酒を飲んだ人には絶対に車を貸してはいけません。問題59。オートマチック車は、信号待ちなどの停止中にチェンジレバーをニュートラルに入れておけばクリープ現象は起きないので、ブレーキペダルを踏んでおく必要はない。オートマチック車は、信号待ちなどの停止中にチェンジレバーをニュートラルに入れておけばクリープ現象は起きないので、ブレーキペダルを踏んでおく必要はない。答えは、×です。クリープ現象とは、チェンジレバーをパーキングかニュートラル以外にすると、ブレーキを緩めるだけで車が動き出すことです。そのため、ニュートラルにしておけば、エンジンの力は車輪に伝わらないのでクリープ現象は起きないのですが、傾斜のある道路では車が転がり出す恐れがあるので、ブレーキペダルを踏んでいないと危険です。また、停止中は、後続車に衝突されないように、停止していることを知らせる制動灯をつけたり、衝突されても被害を抑えるために、チェンジレバーをニュートラルにしていても、ブレーキペダルをしっかり踏んでおきます。このようなことから、交差点などでの停止中は、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキもかけておきましょう。そして停止時間が長くなりそうな時は、チェンジレバーをニュートラルにしておくと良いのですが、この場合でもブレーキペダルをしっかり踏んでおかなければなりません。問題60。車が衝突した時の衝撃力は、硬いものにぶつかった時のように、衝撃の作用が短い時間に行われるほどその力は大きくなる。車が衝突した時の衝撃力は、硬いものにぶつかった時のように、衝撃の作用が短い時間に行われるほどその力は大きくなる。答えは、丸です。問題文の衝撃の作用が短い時間に行われるほどその力は大きくなるという意味は、卵をスポンジなどのような柔らかいものの上に落としてもスポンジがへこむことにより落下の衝撃を吸収して割れないかもしれませんが、コンクリートブロックのような硬いものの上に落とすと衝撃を吸収することなく落下した瞬間に割れてしまいます。これはスポンジよりコンクリートブロックの方がわずかな時間の差ですが、卵が落下した衝撃を短い時間で受けたために起こった現象です。このように硬いものに瞬間的にぶつかった時ほど衝撃力が大きくなるという意味です。車が衝突した時の衝撃力も同じで、硬いものに瞬間的にぶつかった時の衝撃力は大きくなります。また衝撃力は速度と重量に応じても大きくなります。衝突した時の破壊する力である運動エネルギーは速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が速くなればなるほど衝撃力は大きくなります。そして重量も重くなれば重くなるほど衝撃力は大きくなります。問題61。警察官が手信号で両腕を垂直に上げた時、警察官の身体の正面に並行する交通は赤色の信号と同じ意味である。警察官が手信号で両腕を垂直に上げた時、警察官の身体の正面に並行する交通は赤色の信号と同じ意味である。答えは×です。
警察官などが手信号で腕を垂直に上げたときは、その警察官などの身体の正面に並行する交通は、黄色の信号と同じ意味を表しています。警察官などの身体の正面に並行する交通は、警察官などが腕を横に水平に上げているときは、青信号を表し、腕を垂直に上げたときは、黄色の信号を表しています。そして、警察官などの身体に対面する交通は、その警察官などが腕を垂直に上げていても、横に水平に上げていても赤信号を表しています。問題62。夜間、一般道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。夜間、一般道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。答えは、×です。夜間、一般道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつける必要はありません。夜間などに駐停車するときは、他の車の運転者に駐停車していることがわかるように、次のようにします。夜間、一般道路に自動車を駐停車するときは、他の車の運転者に駐停車していることがわかるように、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50メートル先が見えないような場所に駐停車するときも、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。しかし、道路照明などにより50メートル後方から見える場所に駐停車する場合や、停止表示機材を置いて駐停車する場合は、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつける必要はありません。なお、自動車は、夜間などに駐停車するときにこれらの灯火類をつけなければなりませんが、大型自動二輪車や普通自動二輪車、小型特殊自動車はつける必要はありません。また、高速自動車国道や自動車専用道路で故障などのためやむを得ず路肩や路側帯に駐停車する場合は、次のようにします。昼間は、自動車の後方の路上に停止表示機材などを置かなければなりません。そして夜間は、停止表示機材と合わせて、非常点滅表示灯か駐車灯または尾灯をつけなければなりません。夜間、駐停車する場合は、一般道路と高速道路ではこのような違いがありますので間違わないようにしましょう。問題63。夜間、室内灯をつけたまま走行すると、車外が見えにくくなるので、バス以外の自動車はつけない方が良い。夜間、室内灯をつけたまま走行すると、車外が見えにくくなるので、バス以外の自動車はつけない方が良い。答えは、丸です。夜間、室内灯をつけて運転すると、室内灯の明かりが窓ガラスに映り込んだり、車内の明るさによって交通状況がより一層見えにくくなるので、他の交通を見落とす恐れがあり危険です。安全運転の妨げになるので走行中は室内灯の使用を控えましょう。ただし、路線バスは、防犯上や乗客の安全確保のため点灯の義務があります。常時点灯することで乗客が頭上や足元が確認できるため、車内の事故防止にもつながります。問題64。勾配の急な下り坂は駐停車をしてはいけないが、勾配の急な上り坂は駐停車をすることができる。勾配の急な下り坂は駐停車をしてはいけないが、勾配の急な上り坂は駐停車をすることができる。答えは、×です。勾配の急な坂は、上り坂も下り坂も駐停車をしてはいけません。駐停車禁止の場所です。勾配の急な坂に駐停車車両があると、交通の混乱や通行の危険が増えることになるので、禁止場所に定められています。坂道で駐停車禁止の場所は、上り坂と下り坂を含めた勾配の急な坂と、坂の頂上付近です。なお、徐行場所や追い越しを禁止する場所は、勾配の急な坂では下り坂だけなので、これと間違わないようにしましょう。問題65。近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた時でも、必ず道路の左側によって進路を譲らなくてはならない。近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた時でも、必ず道路の左側によって進路を譲らなくてはならない。答えは、×です。一方通行の道路は対向車がないので、対向車と行き違うことを前提とした左側通行の原則に従う必要はありません。
道路の中央から右側部分も通行することができます。そのため、一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、左側によって進路を譲らなければならない場合や、車が左側によるとかえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、道路の右側によって進路を譲らなければならない場合もあります。もちろん、一方通行以外の道路では対向車があるので、右側に寄せる選択肢はなく、車は道路の左側によって緊急自動車に進路を譲らなければなりません。また、交差点や交差点付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて一時停止しなければなりませんが、近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたときは、必ずしも一時停止の必要はありません。道路の端に寄せて譲ります。問題66。前の車を追い越そうとするとき、前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。前の車を追い越そうとするとき、前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。答えは、丸です。前の車を追い越そうとするときに、その前の車が右折などのため、ちょうど今、右側に進路を変えようとしているときは、危険ですから追い越しを始めてはいけません。車が前の車を追い越そうとするときは、その車の右側を通行しなければならないことが定められています。そのため、前の車が右折などをしようとして、ちょうど今、右側に進路を変えようとしているときに追い越しを始めることは、大変危険なので禁止されています。ただし、前の車が右折などをしようとして、すでに道路の中央や右端によって通行しているときは、その左側を通行することができます。もちろん、その車の左側に通行するための十分な余地がなければ、前の車の右折などが終わるまで待たなければなりません。以上の内容から、左側から通行できるので追い越しができるのでは、と思われるかもしれませんが、この問題の要点は、前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしている、まさにその時に、前の車の右側を通行して追い越しを始める場合の禁止について問われている点です。とても出題頻度の高い問題なので間違わないようにしましょう。また、その他の追い越しを禁止する場合も重要ですので、覚えておきましょう。道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、対向車や路面電車の通行を妨げるような時、道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、前の車の通行を妨げなければ道路の左側に戻ることができないような時、後ろの車が自分の車を追い越そうとしている時、最後に前の車が自動車を追い越そうとしている時です。最後の前の車が自動車を追い越そうとしているときは、車と自動車の言葉の意味を問われる問題をよく出題されますので、しっかりと確認しておきましょう。問題67。原動機付き自転車を追い越そうとしている普通自動車を追い越した。原動機付き自転車を追い越そうとしている普通自動車を追い越した。答えは、丸です。この問題は、二重追い越しの禁止になる場合か、禁止にならない場合かを問われています。二重追い越しの禁止になる場合は、前の車が自動車を追い越そうとしているときに、それらの前の車の追い越しを始める場合です。ここで重要なポイントは、最初に追い越そうとしている前の車は、車として定義されているので、自動車、原動機付き自転車、軽車両のすべての車が含まれていますが、その車に追い越されようとしている車は、自動車として定義されているので、自動車に限定されている点です。そのため、前の車の種類に関係なく、最初に追い越されようとしている車が原動機付き自転車や軽車両の時は、二重追い越しの禁止にならない場合なので、それらの車の追い越しを始めることができます。問題68。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルやブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したりシフトダウンによるエンジンブレーキがある。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルやブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したりシフトダウンによるエンジンブレーキがある。答えは、丸です。二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したりシフトダウンによるエンジンブレーキの3種類あります。
スロットルとは、二輪車のエンジンの出力を変えるスロットルグリップのことで、四輪車のアクセルペダルと同じ働きをする装置です。アクセルグリップという言い方もあります。そしてシフトダウンとは、低速ギアに入れることです。ブレーキをかけるときの注意点は、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で、エンジンブレーキを効かせながら前後輪ブレーキを同時にかけます。乾燥した路面でブレーキをかけるときは、後輪ブレーキより前輪ブレーキをやや強くかけ、雨天時など路面が滑りやすいときは、後輪ブレーキをやや強くかけるようにします。問題69。対向車と正面衝突の恐れがあるときは、軽音機とブレーキを同時に使い、できるだけ左端に避けて、絶対に道路外には出ないようにしなければならない。対向車と正面衝突の恐れがあるときは、軽音機とブレーキを同時に使い、できるだけ左端に避けて、絶対に道路外には出ないようにしなければならない。答えは、×です。対向車と正面衝突の恐れがあるときは、軽音機を鳴らしながらブレーキをかけ、速度を落としてできるだけ左側に避けるようにします。ギリギリまで諦めず、少しでもブレーキとハンドル操作で対向車との衝突を避けるようにしましょう。そして、道路外が危険な場所でないときは、ためらわず、道路外に出て衝突を避けるようにします。問題70。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、速度を落としたり一時停止しないで通行することができる。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、速度を落としたり一時停止しないで通行することができる。答えは、丸です。横断歩道や自転車横断帯に近づいたときに、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。徐行や一時停止の必要はありません。横断する人などがいないことが明らかなときとは、横断歩道などとその周辺が十分に見渡すことができる場所で、その付近に横断しようとする歩行者などが見当たらないようなときや、赤信号で歩行者が信号待ちのため横断できない場合を言います。横断歩道などに近づいた時のその他の場合として、横断する人や自転車がいるかいないか明らかでない時は、横断歩道などの手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。横断する人などがいるかいないか明らかでない時とは、横断歩道などの近くに歩行者などが通行していても横断するかどうか判断がつかない場合や、建物などのため歩行者などの様子がよく見えないような場合です。そして、歩行者などが横断しているときや、横断しようとしているときは、横断歩道などの手前で一時停止をして、歩行者などに道を譲らなければなりません。問題71。準中型免許を受けて1年が経過していない人は、準中型自動車を運転する場合には初心者マークをつけなければならないが、普通自動車であればつけなくてもよい。準中型免許を受けて1年が経過していない人は、準中型自動車を運転する場合には初心者マークをつけなければならないが、普通自動車であればつけなくてもよい。答えは、×です。準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、準中型自動車を運転するときはもちろん、普通自動車を運転する場合であっても、初心者マークをつけなければなりません。初心者マークをつけなければならない期間の1年には、事故や違反による免許の停止期間は含まれませんのでご注意ください。なお、初心者マークは自分の車はもちろん、友人の車や会社の車、レンタカーを運転する場合もつけなければなりません。マークをつける位置は、車の前と後ろの定められた位置につけます。問題72。故障車をロープで牽引するときは、その故障車を運転できる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければならない。故障車をロープで牽引するときは、その故障車を運転できる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければならない。答えは、丸です。故障車の車輪を上げないで、ロープなどで牽引する方法は次のようにします。牽引する車と故障車との間は5メートル以内の間隔を保ち、丈夫なロープなどでつなぎます。そのロープなどの見やすい箇所には 0.3 メートル平方以上の白い布をつけなければなりません。そして故障車には、その車を運転することができる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければなりません。
また、牽引する車のクレーンなどで、歩照者などの前輪か後輪を吊り上げて牽引する方法もあります。この場合、後輪を上げて牽引する場合は、故障車のハンドルが動いてフラフラしないように、故障車のハンドルを固定しておきます。問題73。横断歩道の手前に自動車が止まっていたので、そのそばを通るときに、徐行して安全を確かめて通行した。横断歩道の手前に自動車が止まっていたので、そのそばを通るときに、徐行して安全を確かめて通行した。答えは、×です。車は横断歩道や自転車横断帯の手前に停止している車があるときに、そのそばを通って前方に出る前は、徐行ではなく、一時停止をしなければなりません。その横断歩道などの手前に停止している車は、歩行者などが横断しているために停止しているかもしれないので、一時停止して安全を確かめて通行します。そして、歩行者などが横断している場合は、そのまま一時停止して歩行者などに道を譲ります。ちなみに、この一時停止は、停止車両の陰から横断してくるかもしれない歩行者などを確認するためのものなので、信号機などのある横断歩道などの場合、信号などにより歩行者などが横断できないときは、横断歩道などの手前に停止している車があるときでも、一時停止の必要はありません。なお、この問題文の場合、横断歩道などの手前に停止車両があるときの原則を問われているものなので、信号機がある場合の例外規定は除いて回答するようにしましょう。問題74。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れることを言い、やがてタイヤが加熱してバーストする危険がある。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れることを言い、やがてタイヤが加熱してバーストする危険がある。答えは、×です。空気圧の低いタイヤで高速走行を続けたとき、タイヤの後ろに波の形が現れ、タイヤが加熱してやがてタイヤのゴムが剥がれてバーストする現象は、スタンディングウェーブ現象と言います。高速走行をするときは、スタンディングウェーブ現象を防止するため、タイヤの空気圧を少し高めにしましょう。そして、ハイドロプレーニング現象とは、路面に水が溜まっている時に高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、摩擦力が失われ、水の上を滑走する現象です。この現象が発生すると、ハンドルやブレーキが全く効かなくなり大変危険です。雨天などでは速度を抑え、タイヤの溝が十分あるか定期的に点検することが大切です。問題75。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、すべて駐車になる。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、すべて駐車になる。答えは、×です。車が荷物の積み下ろしのために継続的に停止するときは、原則として駐車になります。ただし、例外として、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は停車になります。荷物を積み下ろすための停止は、5分以内の場合は停車、5分を超える場合は駐車と覚えておきましょう。なお、その他の駐車と停車の違いで間違えやすい停止は、客待ち荷待ちによる停止と人の乗り降りのための停止です。どちらも停止時間に関係なく、客待ち荷待ちにより継続的に停止する場合は駐車、人の乗り降りのための停止は停車です。5分という時間で駐車と停車が分けられるのは、荷物の積み下ろしをするための停止だけなので間違わないようにしましょう。問題76。日常点検は、走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行うものと、1日1回、運行する前に行わなければならないものがある。日常点検は、走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行うものと、1日1回、運行する前に行わなければならないものがある。答えは、丸です。日常点検は、自動車の使用者や自動車を運転しようとする人が、日頃自動車を使用していく中で自分自身の責任において行う点検で、荷台や特殊な設備を持たないセダン型、ワンボックス型などの自家用の普通乗用自動車や、大型自動二輪車、普通自動二輪車などは、走行距離や運転時の状況などから判断した適切な時期に日常点検を行います。そして、バスやタクシーなどの事業用の自動車やレンタカー、自家用のバスやトラックなどは多くの人や物を運搬し、公共性が高く、その社会的影響の大きさからより確実な点検を求められるため、1日1回、運転する前に日常点検を行います。
問題77。車に重い荷物を積んでいるときは、荷物の重みでブレーキの効きが良くなり、制動距離が短くなる。車に重い荷物を積んでいるときは、荷物の重みでブレーキの効きが良くなり、制動距離が短くなる。答えは、×です。制動距離とは、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離で、一般的に重い荷物を積んでいる場合、その荷物が重ければ重いほど制動距離が長くなる傾向があります。制動操作をすると、タイヤと路面の摩擦力やブレーキ自体の摩擦力で停止させようとする力が起きますが、重い荷物を積んでいるときは車自体の重量が大きくなり、動き続けようとする力の方が強くなるので制動距離が長くなります。また制動距離は、荷物の重さだけではなく、その積み方によっては車の重心が変わるので、制動力を低下させたり、路面が雨で濡れていたり雪道などのように滑りやすい路面やタイヤがすり減っている時などは、制動のための摩擦力が小さくなるので、制動距離が長くなることがあります。問題78。園児が乗り降りしている通園バスの側方を通行するときに、十分な間隔があったので徐行しないで通行した。園児が乗り降りしている通園バスの側方を通行するときに、十分な間隔があったので徐行しないで通行した。答えは、×です。車の運転者は、児童や園児などが乗り降りするために止まっている通学通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめなければならないことが定められています。通学通園バスから降車した児童や園児などが、道路を横断しようとしてバスの陰から急に飛び出してきたり、バスに乗車しようとして慌てて道路を横断しようとする児童や園児などがいるかもしれないからです。そのため、児童や園児などが乗り降りのため停止している通学通園バスに追いついて、そのそばを通る時だけでなく、反対方向から進んできて、その停止している通学通園バスのそばを通る時も徐行して安全を確認しなければなりません。そのようなことから、停止しているバスから十分な間隔があったとしても、慌てて乗り降りしようとする児童や園児が急に飛び出してくるかもしれないので、徐行して安全を確かめて通行することが定められています。問題79。対面する信号が赤色の信号であっても、右向きの青色の矢印信号が点灯したときは、軽車両も矢印の方向に進むことができる。対面する信号が赤色の信号であっても、右向きの青色の矢印信号が点灯したときは、軽車両も矢印の方向に進むことができる。答えは、×です。前方の信号に右向きの青色の矢印信号がついても、軽車両は矢印の方向に進むことはできません。軽車両が右折をするときは2段階右折をしなければならないので、自動車と同じように進むことはできません。また、原動機付き自転車も2段階右折をしなければならない交差点では、右向きの青色の矢印信号がついても進むことはできません。軽車両や2段階右折をしなければならない交差点で原付きが右折をする場合は、前方の信号が青色の信号になるか、黄色や赤色の信号であっても直進方向の青色の矢印信号がついた時に進むことができます。そしてこの場合、交差点の向こう側までまっすぐに進み、そこで止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進みます。問題80。大型自動二輪車や普通自動二輪車と、原動機付き自転車の荷台などには、60kg まで荷物を積むことができる。大型自動二輪車や普通自動二輪車と、原動機付き自転車の荷台などには、60kg まで荷物を積むことができる。答えは、×です。二輪車に荷物を積む場合、大型自動二輪車と普通自動二輪車の荷台や座席には、60kg まで荷物を積むことができますが、原動機付き自転車の荷台には、30kg を超えて荷物を積むことはできません。その他の自動車の荷物を積める最大の重さは次の通りです。普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車は、自動車検査証などに記載されている重さを超えて荷物を積むことはできません。ミニカーと小型特殊自動車は、令和3年に荷物を積める重さが変わりましたので間違えないようにしましょう。ミニカーは 90kg まで、小型特殊自動車は 700kg までです。自動二輪車と原付、ミニカー、小型特殊自動車の重さ制限は出題されることが多いので覚えておきましょう。なおミニカーとは総排気量 50cc 以下、定格出力 0.6kW 以下の普通自動車です。
問題81。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るとき、歩行者がいるときは一時停止しなければならないが、いなければ徐行で横切ることができる。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るとき、歩行者がいるときは一時停止しなければならないが、いなければ徐行で横切ることができる。答えは×です。道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、その横切ろうとする直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げてはいけません。この場合、歩行者の通行妨害をしないように確実に安全を確認するために、歩行者がいてもいなくても、歩道などを横切る直前で一時停止することが義務付けられています。また、0.75 メートルを超える幅の路側帯の中に入って駐停車する場合も、その中に入る直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げてはいけません。問題82。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。答えは丸です。高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道とは、通常高速走行する道路で、走行車線や追い越し車線を言います。加速車線、減速車線、途半車線、路側帯、路肩は本線車道には含まれません。問題83。クリープ現象とは、オートマチック車のチェンジレバーをパーキングやニュートラル以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても自動車がゆっくり動き出すことを言う。クリープ現象とは、オートマチック車のチェンジレバーをパーキングやニュートラル以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても自動車がゆっくり動き出すことを言う。答えは丸です。一部のオートマチック車を除き、エンジンがかかっているときにチェンジレバーをパーキングかニュートラル以外にすると、ブレーキを緩めるだけで車が動き出します。この現象をクリープ現象と言います。このクリープ現象により、思わぬ事故を起こさないように、発進するときはブレーキペダルを踏んだままチェンジレバーをドライブやリバースに入れ、その位置が間違っていないか目で見て確認しますが、このときエンジン始動直後やエアコン作動時はエンジンの回転が高くなり急発進することがあるので、ブレーキペダルを特にしっかり踏んでおきます。信号待ちなどの停止中は、クリープ現象で車が動き出さないようにブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキもかけておきましょう。また、停止時間が長くなりそうな時は、不注意などによる事故を防ぐためにチェンジレバーをニュートラルに入れておきます。ニュートラルに入れると、クリープ現象で動き出すことはありませんが、坂道などでは転がり出すことがあるので、ブレーキペダルをしっかり踏んでおかなければなりません。問題84。緊急自動車が近づいてきた時、近くに交差点がなかったので一時停止しないで、道路の左端のバス専用通行帯に入って進路を譲った。緊急自動車が近づいてきたとき、近くに交差点がなかったので一時停止しないで、道路の左端のバス専用通行帯に入って進路を譲った。答えは丸です。近くに交差点がない道路で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側によって一時停止しないで道を譲ることができます。またバス専用通行帯であっても、緊急自動車に道を譲るときはその中に入って譲ることができます。その他、右左折をするときや工事でやむを得ないときもバス専用通行帯を通行することができます。なお、緊急自動車とは、消防用自動車、救急用自動車、パトカーなどでサイレンを鳴らし赤色のランプをつけて緊急の運転をしている車です。ただし、パトカーはサイレンを鳴らさない場合もあります。問題85。高速道路で燃料切れや故障などのためやむを得ず駐車するときは、車の後方に停止表示機材を置かなければならない。高速道路で燃料切れや故障などのためやむを得ず駐車するときは、車の後方に停止表示機材を置かなければならない。答えは丸です。高速道路上で故障や燃料切れのためやむを得ず駐車したときは、後続車の運転者に停止していることがわかるように停止表示機材を置かなければなりません。その場合、昼間は自動車の後方の路上に停止表示機材を置きます。夜間は停止表示機材と合わせて非常点滅表示灯か駐車灯、または微灯をつけなければなりません。
昼間でも視界が200メートル以下の場合は、夜間と同じように停止表示機材と合わせて非常点滅表示灯か駐車灯、または微灯をつけなければなりません。なお、このように高速道路でやむを得ず駐停車するときは、他の車の妨害にならないように、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車します。そして、高速道路上は歩行者の通行がないので、路側帯などの左端に沿って駐停車します。問題86。衝突するときの衝撃力は、車の重量が軽い方が大きくなる。衝突するときの衝撃力は、車の重量が軽い方が大きくなる。答えは、×です。車が衝突した時の衝撃力は、車の重量が重ければ重いほど、速度が速ければ速いほど大きくなります。また、硬いものに瞬間的にぶつかった時も大きくなります。例えば、時速 60km でコンクリートの壁に激突した場合は、約 14m の高さから落ちた場合と同じ程度の衝撃力を受けます。そして、走っている車が衝突すると、その車が持っている運動エネルギーによって、衝突した相手のものを破壊してしまいます。この運動エネルギーは、車の速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が速ければ速いほど衝突による被害は大きくなります。衝突による被害を小さくするためには、少しでも早く危険を発見し、速度を落として運動エネルギーを小さくすることです。例えば、時速 60km で走行していても、衝突の直前までに速度を半分の速さの時速 30km まで落としていれば、衝突する時の運動エネルギーを4分の1にまで小さくすることができます。問題87。踏切内で車が動かなくなった時、発煙筒も非常ボタンもなかったので、煙の出やすいものを燃やして列車に知らせた。踏切内で車が動かなくなった時、発煙筒も非常ボタンもなかったので、煙の出やすいものを燃やして列車に知らせた。答えは、丸です。踏切で車が動かなくなった時は、一刻も早く列車の運転士に知らせるとともに、車を踏切の外に移動させなければなりません。列車の運転士に知らせる方法は、警報器のある踏切では非常ボタンを押して知らせます。警報器のないところでは携帯している発煙筒を使って列車に分かるように知らせます。警報器も発煙筒もないときは、煙の出やすいものを燃やすなどして知らせます。その後で、車を踏切の外に移動します。問題文は、非常ボタンも発煙筒もない場合の知らせる方法なので正解です。問題88。軌道式内は車の通行ができないが、右左折などのため軌道式内を横切るときや、他の車を追い越すときは通行することができる。軌道式内は車の通行ができないが、右左折などのため軌道式内を横切るときや、他の車を追い越すときは通行することができる。答えは、×です。車は、軌道式内では追い越しをするための通行はできません。車は原則として軌道式内を通行することはできませんが、通行することができる場合があるので覚えておきましょう。左折するとき、右折するとき、横断するとき、展開するときに軌道式を横切るとき、道路工事などをしていたり、道路の幅が狭いので通行できないとき、危険防止のためやむを得ないとき、軌道式内通行課の標識があるとき、このような場合は通行することができます。軌道式内通行課の標識は自動車を対象にしたものなので、この標識のある道路では全ての自動車が軌道式内を通行することができますが、原付と軽車両は通行することができません。また、軌道式内を通行できる場合でも、後方から路面電車が近づいてきたときは、路面電車の通行を妨げてはいけません。後方から路面電車が近づいてきたときは、軌道式内から出るか、道路の幅が狭いときなど、軌道式内から出ることができないときは、路面電車から十分な距離を保って通行します。なお、軌道式内とは路面電車が通行するために必要な道路の部分です。問題89。カーブや滑りやすい路面で、後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑った方向の反対にハンドルを切ると良い。カーブや滑りやすい路面で後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑った方向の反対にハンドルを切ると良い。答えは、×です。四輪車を運転中、雪道や凍結した路面などのカーブで後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑る方向と同じ方向に軽くハンドルを切り、車の向きを立て直します。
この時、慌ててブレーキペダルを踏まないようにしましょう。アクセルを緩め、ハンドルで車の向きを立て直すようにします。車の向きが進む方向に向き出したら、徐々にアクセルペダルを踏みます。滑りやすい路面では、急ハンドルや急ブレーキが横滑りの原因になることがあります。このような路面では速度を控えたり、カーブまでにエンジンブレーキを活用して安全な速度にすることが大切です。問題90。交通整理の行われていない交差点で、明らかに広い交差道路の右方から原動機付き自転車が接近してきたが、左方の普通自動車を運転していたので先に通行した。交通整理の行われていない交差点で、明らかに広い交差道路の右方から原動機付き自転車が接近してきたが、左方の普通自動車を運転していたので先に通行した。答えは、×です。交通整理が行われていない交差点で、交差する道路が広い場合は、その交差する道路を通行する車や路面電車の近づいてくる方向に関係なく、徐行して、その通行を妨げてはいけません。この問題の場合、普通自動車は左方から進み、原付は右方から進んでいましたが、原付は明らかに広い交差する道路を通行していたので、左方や右方に関係なく、普通自動車は原動機付き自転車の通行を妨げてはいけません。左方から近づいてくる車の通行を妨げてはいけない場合は、交通整理が行われていない道幅が同じような交差点の場合です。問題91。大地震が発生してやむを得ず車を道路上に置いて避難するときは、道路の左端に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーはつけたままにするか、運転席などの分かりやすい場所に置いておき、四輪車は窓を閉め、ドアはロックしない。大地震が発生してやむを得ず車を道路上に置いて避難するときは、道路の左端に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーはつけたままにするか、運転席などの分かりやすい場所に置いておき、四輪車は窓を閉め、ドアはロックしない。答えは、丸です。車を運転中、地震災害の警戒宣言が出た時や大地震が起きた時に車を置いて避難する時は、緊急車両などの通行を邪魔しないようにできるだけ道路外の場所に移動しておきます。やむを得ず車を道路上に置いて避難する時は、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーはつけたままにするか、運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておきます。四輪車の場合は窓を閉め、ドアはロックしないで貴重品を持って避難しましょう。エンジンキーをつけたままにしたり、ドアロックしないのは、緊急車両などの通行の邪魔になった時に移動できるようにするためです。また、窓を閉めるのは、火災が起きた時に火が車内に入らないようにするためです。問題92。自動車の所有者は、自動車の保管場所を管轄する警察署長に、保管場所の届出をしなければならない。自動車の所有者は、自動車の保管場所を管轄する警察署長に、保管場所の届出をしなければならない。答えは、丸です。自動車の所有者とは、その自動車を買った人や譲ってもらった人で、その自動車を使う人などを言い、自動車の保管場所とは、自宅のガレージや駐車場を借りている場合には、その借りた駐車場などを言います。そして自動車を買ったり譲ってもらうときや、使う人などの住所などが変わったときは、二輪の自動車を除いて、自動車を保管する場所を警察署長に届け出なければなりません。また、軽自動車や二輪の自動車を除いて、その警察署長から出された自動車の保管場所を証明する書類を、陸運支局に提出しなければなりません。問題93。二輪の自動車を除き、自動車の保有者は、自動車の使用の本拠の1から2キロメートル以内の道路以外の場所に、保管場所を確保しなければならない。二輪の自動車を除き、自動車の保有者は、自動車の使用の本拠の1から2キロメートル以内の道路以外の場所に、保管場所を確保しなければならない。答えは、丸です。二輪の自動車を除き、自動車を買ったり譲ってもらう人は、その人が住んでいる場所から 2km 以内の場所に駐車場を確保しなければなりません。保有者とは、自動車を持っている人や使うことのできる人で、一般に持ち主のことです。また、使用の本拠の位置とは、自動車を主に使う場所のことで、自家用車の場合、自動車を使う人の住んでいる住所のことです。問題94。警察署長の交付する保管場所表彰は、自動車の前面ガラスなどに貼り付けて表示しなければならない。
警察署長の交付する保管場所表彰は、自動車の前面ガラスなどに貼り付けて表示しなければならない。答えは×です。二輪の自動車を除き、自動車を買ったり譲ってもらうときは、その自動車を保管する駐車場などを用意しなければなりません。そしてその自動車の保管場所を用意したことを警察署長に申請したり届け出ると、保管場所証明書や保管場所表彰というシールを交付されます。その際、交付された保管場所表彰は自動車の後ろのガラスなどに貼り付けて表示します。前のガラスではありませんのでご注意ください。自動車の前のガラスに貼り付けるシールは、次の検査を受ける時期を示す検査表彰です。この前のガラスなどに貼ってある検査表彰は、自動車の検査に合格すると自動車検査証とともに交付されます。このシールの数字は検査を受けた時期ではなく、次の検査を受ける時期を示しています。貼り付ける場所は、前のガラスの内側に前から見やすいように貼り付けるか、自動二輪車など運転室や前のガラスのない自動車はナンバープレートの左上に貼り付けます。問題95。時速 60km で走行している普通乗用自動車の停止距離は、乾燥した舗装道路の場合約 20m である。時速 60km で走行している普通乗用自動車の停止距離は、乾燥した舗装道路の場合約 20m である。答えは×です。時速 60km で走行している普通乗用自動車の停止距離は、乾燥した舗装道路で急ブレーキをかけた場合約 44m とされています。停止距離とは、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に走る空走距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に走る制動距離を合わせた距離を言います。その他の速度で走行している時の停止距離も大切ですので、合わせて覚えておきましょう。このグラフは、運転者が通常の状態で運転中に乾いた舗装道路で急ブレーキをかけた場合の一例で、停止距離などの試験問題はこのグラフの数値をもとに出題されています。また安全な車間距離は、このグラフの停止距離を目安に、時速 40km から 60km の場合は速度計の読みの数字から15を引いた距離以上を、時速 80km から 100km の場合は速度計の数字と同じ距離以上を空けます。問題96。高速道路を通行する場合、加速車線から本線車道に入るときは徐行しなければならない。高速道路を通行する場合、加速車線から本線車道に入るときは徐行しなければならない。答えは×です。本線車道に入ろうとするときは、加速車線で十分加速して本線車道を通行している車の通行を妨げないように合流します。加速が不十分で合流しようとすると、本線車道を通行している車の正常な流れを妨害することとなり危険です。なお、高速自動車国道の加速車線と減速車線の最高速度は、本線車道の最高速度と同じです。問題97。交通事故を起こした時、負傷者の救護や警察官に報告して指示を受けなければならないのは、過失の大きい方の当事者である。交通事故を起こした時、負傷者の救護や警察官に報告して指示を受けなければならないのは、過失の大きい方の当事者である。答えは×です。交通事故が起きた時、その車の運転者などはすぐに続けて事故が起きないように安全な場所に車などを移動してエンジンを切り、怪我などをしている人に必要な治療や手当てを行い、場合によっては怪我人を安全な場所に移動させます。それから警察官に事故が発生した日時や場所など事故の状況を報告して指示を受けなければならない義務があります。しかし、事故相手の運転者が怪我などをしていて、そのような措置ができないかもしれません。そのため、過失の大きい小さいに関係なく、一刻を争う緊急の措置や報告を事故を起こした運転者などに義務付けられています。問題98。荷物が分割できないため、積載物の重量や大きさ、積載方法が規定を超える場合は、行き先地の警察署長に届け出をすればよい。荷物が分割できないため、積載物の重量や大きさ、積載方法が規定を超える場合は、行き先地の警察署長に届け出をすればよい。答えは×です。
積載物が分割できないため、積載の方法などが規定を超える場合は、行き先地ではなく、出発地の警察署長の許可を受けます。そしてこの場合、危険防止のため次の条件が付けられたときは、その条件を守って運転しなければなりません。一つ目は、積載物の長さや幅が積載方法の制限を超えるときは、その荷物の見やすいところに、昼間は 0.3 メートル平方以上の赤色の布をつけること。夜間は赤色の灯火または反射器をつけます。二つ目は、車の前面の見やすい箇所に許可証を掲示すること。三つ目は、その他、道路における危険を防止するために必要な事項です。問題99。高速道路では、大型や中型の貨物自動車は、荷物を積んでいない場合でも、と反射線を通行しなければならない。高速道路では、大型や中型の貨物自動車は、荷物を積んでいない場合でも、と反射線を通行しなければならない。答えは、×です。途半車線は荷物を積んだトラックなど、上り坂で速度を出せない車が通行することによって、交通の渋滞を防いだり、後続の車が追い越しやすくするために設けられています。大型車などが必ず通行しなければならない道路ではありません。大型車など以外の車でも、速度を出せない車は通行するようにします。なお、途半車線は本線車道ではないので、最低速度より遅い速度で通行することができます。しかし、駐停車をしたり、途半車線を使って追い越しをすることはできません。問題100。ハイドロプレーニング現象とは、ブレーキを使いすぎると加熱によりブレーキオイルに気泡が発生し、ブレーキが効かなくなる現象を言う。ハイドロプレーニング現象とは、ブレーキを使いすぎると加熱によりブレーキオイルに気泡が発生し、ブレーキが効かなくなる現象を言う。答えは、×です。ハイドロプレーニング現象とは、路面に水が溜まっているときに高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、摩擦力が失われ水の上を滑走する現象です。この現象が発生すると、ハンドルやブレーキが全く効かなくなり大変危険です。雨天などでは速度を抑え、タイヤの溝が十分あるか定期的に点検することが大切です。そして、長い下り坂や急な下り坂でフットブレーキを頻繁に使いすぎると、ブレーキの加熱からブレーキ液内に気泡が発生して、ブレーキが効かなくなる現象を、ベーパーロック現象と言います。この現象が起きないようにするために、下り坂などではエンジンブレーキを活用し、必要に応じてフットブレーキを使うようにしましょう。最後に、あと1問追加です。カーブを走行するときは、カーブの半径が小さくなればなるほど遠心力が大きくなる。カーブを走行するときは、カーブの半径が小さくなればなるほど遠心力が大きくなる。答えは、丸です。カーブや曲がり角を走行しようとすると、慣性による遠心力が働きます。この遠心力は、カーブの半径が小さいほどその力は大きくなります。また、速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば4倍に、速度が3倍になれば9倍になります。カーブを走行するときは、カーブまでの直線部分で十分速度を落として、遠心力の影響を抑えて走行しましょう。長時間の動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。練習問題はこれで終了です。このチャンネル内には、標識問題やイラスト問題など、特定の項目を取り上げた動画もございますので、よろしければご視聴くださいね。本面をしっかり学習したい人のおすすめは、左をクリック。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたら、コメントでご質問してくださいね。